プラティーハーラーサプラティーハーラーサの藩と、この王朝と共に、ラーシュトラクーターサ、パーラーサが定立していた。プラティーハーラーサとは、8世紀後半から11世紀初頭まで、北西インドを支配したラージブートのヒンドゥ王朝。首都はカナウジ。グルジャラ族が建国したことから、グルジャラプラティーハーラーサとも呼ばれる。プラティーハーラーサは、インド北東部のパーラーサ。 デカンのラーシュトラクーターサとよく争ったが、この王朝のインド史において果たした最大の役割は、イスラーム勢力のシンドイ島への進出をほぼ300年に、わたって阻止し続けてきたことである、という研究者もいる。シバ神とそのハイグ神、パールバーティの像プラティーハーラーサは、ラージュプーターナー地方に定着して、数王国を形成した、ラージプートのグルジャラ族に属し、6世紀中頃に出た、 ハリチャンドラというバラモン出身の人物を外し、数系統に分かれた、プラティハーラ家のうちの文家の一つであった。この家系から出たナーガ・パタ・一世は、バルダナーサ滅亡後のガンジス川流域の混乱に、乗じて、勢力を拡大し、現在のパキスタン南部にあたるシンド地方を征服した、アラーブ勢力の進出も阻止して、北西インドの主導権を得た。ナーガ・パタ・一世の兄弟の孫にあたるバッツャラージャは、 遠征軍をベンガル方面に進め、インド北東部のパーラアサの王ダルマパーラと戦って、領土を東方に広げたが、デカンのラーシュトラクーターサの王、ドゥルバと戦って敗れた。ナーガパタニセイの時代に王朝は勢力を挽回し、その領域を東西に拡大し、パーラアサを破って、その保護下にあった北インドの中心都市カナウジを占領して、首都としたが、 ラーシュトラクーターサのゴービンダ世と戦って敗れた。ボージャ一世のゾ王朝を再興したのは、ナーガパダ二世の孫ボージャ一世で、カナウジで即意式を挙げた後に征服事業を開始し、北はヒマラヤ山6南はナルマダーガ東はベンガルのパーラーサの領域を除いて、北インドの大部分を支配した。また、ラーシュトラクーターサに、ナルマダーカ藩で勝利して、 海上交易の拠点でありきたインドの商品の西アジアへの出入り口であったグジャラートも獲得し王朝の領土も広げた。また一度は敗れたパーラ朝に対しデーバパーラが亡くなって弱体化したところを攻めて東方へも領域を拡大し北インドの大部分を支配するに至った。その息子のマヘンドラパーラ一世の知性もプラティーハーラ朝は繁栄が続き 父の残した広大な半島を維持していた。当時の様子について、アラブ人旅行者マスーディーの述べるところでは、プラティー・ハーラーサはインドで最も優秀な騎兵軍を持っていたという。その後、10世紀前半、プラティー・ハーラーサは、ラーシュトラクーターサに攻撃され、グジャラートを失い衰退した。同世紀には、ラージャスターンのチャーハマーナーサ、マールワーのパラマーラ長やブンレールカンドのチャンデーラ、 アソなど支配下にあった、風神である諸国が、次々と独立の動きを見せ、分裂弱体化の一途をたどっていった。ガズナーサのマフムード・ラージアパーラの地勢、1008年から、プラティー・ハー・ラーサは、ガズナーサのマフムードの攻撃を受け、1018年に首都、カナウジを落とされてしまった。ラージアパーラはカナウジを逃げたものの、ムスリムに、ムザムザ首都を明け渡したという理由で、 チャンデーラ朝に殺されてしまった。その後、プラティーハーラ朝は、他王朝に押されて衰退しながらも、細々と存続したが、1036年にヤシャパーラの代をもって完全に滅亡した。11世紀末になると、カナウジを中心とした北、インドには、新たにガーハダバーラ朝が起こった。ありがとうございます。